本サイトでは10ケラ30代の女性100人にタトゥーがあると知って驚いた芸能人についてリサーチ。トップ3は別記事で紹介したが、こちらでは第4位以下を紹介する。四角第9位はドパムプへの一茶と森泉。第9位にはドパムプへの一茶と森泉。ドパムプへの一茶は、テレビなどでは長袖の衣装を着用しており、 自身のインスタでもほぼ出していないが、インスタの写真をよく見ると腕や足首にタトゥーがあるのが確認できる。チャライからありそうではある。19歳、女性学生フリーター。違和感はない36歳、女性主婦。森泉は肩甲骨あたりに羽のタトゥー、左にの上にワンポイントタトゥーが入っていたが、現在インスタグラムでの水着のバックショットなどでは、 背中にも腕にもタトゥーが見られないため除去したのかもしれない。グローバル志向な方なのでタトゥーを入れていてもそこまでは驚かない26歳、女性主婦。似合い、そう29歳、女性営業販売資格第7位はエグザイルの高博と坂井のりこ。第7位はエグザイルの高博と坂井のりこ。 エグザイルの高広は自身のインスタグラムなどでも両腕に入ったタトゥーを披露しており、タトゥーのデザインをよく見たい、タトゥーあったんだ、素敵です。と反応するフォロワーも多い。びっくりしたけど似合っていれば良い24歳女性。なさそうなイメージだったので意外だなと思った36歳女性主婦。坂井の子は過去に、左の薬指と足首にタトゥーが入っていた。 しかし、2009年に覚醒剤取締法違反の罪で有罪判決を下されると、その姿勢は一転。2012年に行われた復帰会見に登場した際には、タトゥーは除去済みで、タトゥーを消した理由について、あるべきではないと思った、と語っている。清楚なイメージだから、びっくり31歳、女性主婦。 イメージと全く合わないしファンが思っていたような人ではないのかなと思った39歳女性。主婦資格第6位は足首に、チラリ駆動静か第6位は駆動静か。駆動は今年4月放送の歌コン NHK に出演した際、足首があらわになった鮮やかなピンクのドレスで登場。自身のインスタにもその時の写真をアップしているが、 足首に蛇のタトゥーもしっかり写っている。アイドルだったので驚いた37歳、女性主婦。意外だった33歳、女性公務員。驚いた。似合わない、14歳、女性、学生フリーター。資格第5位は元妻と子供の名前を入れたライアチャル第5位は、ライアチャル。ライアチャルを両肩にタトゥーがある。 2018年に自身のインスタで当時の妻ピーコーへの本名である奥平徹子から徹子、子供の名前であるリングックの文字も入っていると明かし結婚して子供がいつかできたら家族の名前を身体に刻もうと結婚する前3年前から決めてましたと説明していた特に気にならないが意外な人だった23歳女性 タトゥーもファッションだと思うのでおしゃれの一環。かな25歳、女性パートアルバイト。今時の若い人ほどあまりタトゥーしているイメージがなかったため。少し昔のヤンキーの人がしてるイメージだから、29歳、女性、公務員。最近はいろいろな意味で注目されているけど意外だった、30歳、女性。 公務員資格第4位は国際派俳優のディーン・フジオカ第4位はディーン・フジオカ。ディーンは右二の腕にライオンのタトゥーが入っている。仕事ではテーピングやメイクで消しているが、自身のインスタにはタトゥーの写真も掲載されている。結構大きいのが入ってて、びっくり37歳、女性主婦。イメージがないけど海外暮らしが長いからあってもいいかと思った30。 8歳、女性総務人事事務驚いたが嫌な印象はない29歳、女性企画マーケティング。紳士的でタトゥーのイメージがなかった34歳女性。見かけによらないなと思った33歳、女性学生フリーター。元金プリメンバーもランクイン。タトゥーがあると知って驚いた芸能人。トップ3はこちら。